どうも、ふたけです。ファミリーシミュレーター25ニュース。今回は話題3つですね。で、お届けします。まずは去年の秋に海外でリリースされたホリから出ているファーミングシミュレーター専用コントローラーが国内でも発売が決定したというお話。そして次がセガアトラスの東京ゲームショー関連のネット番組があるようですというお話。こちらファーミングシミュレーター25の話題が出るかは確証がないんですが、まあ一応ご紹介という感じの小ネタですね。そして最後、ついに発表になったアジアマップについてのお話。まだ分かっていることは少ないんで、まあ感想とか推測的なものも含みつつ見ていくという感じですね。では行きましょう。さて、まずは去年2023年の秋に海外でリリースされたホリから出ているファーミングシミュレーター専用コントローラー、こちらがですね、国内でも販売が決定したというお話でございます。こちら製品名がホリファーミングビーエクルコントロールシステム for Windows PC ということなんでね、パソコン専用の機器になります。こちらホリさんの公式サイトなんですが、これですね、ハンドル、フットペダル、あとパネルユニット、このレバーとかスロットルレバーって言いますか、がついてるやつですね。それとあと着脱可能なこのハンドルスピンナーっていうのがセットになったものということになっております。こちらボタンの数がなんと76個もあるそうなんですが、ジャイアントソフトウェアと協力しつつ開発しているので、接続してゲームを起動したらすぐ使える状態になっているということらしいです。こちらこのコントローラーだけの単体版と呼ばれるものとファーミングシミュレーター25本編がついたファーミングシミュレーター25同梱版という2ラインナップがありまして、単体版の方が発売日が2024年10月24日、価格が 54,980円、ファーミングシミュレーター25同梱版の方はファーミングシミュレーター25の Steam のコードがついていて56,980円だそうです。なのでまあこちら買うと実質2000円でゲーム本編が買えるということですね。ちなみに同梱版の発売日はゲーム本編の発売日と同じ11月12日だそうです。こちらファミツー .com さんですね、こちらにですね、このハンコンに関する堀の中の人のインタビュー記事が出てますので、気になる方はこちらを見てみるのもいいかと思います。この記事の URL は概要欄にリンクを貼っておきます。ちなみにこちらの製品も国内のね、大手の YouTuber さんが先行体験レビュー動画みたいなのを出されているので、まあそちらを見てみるというのもいいかもしれませんね。まあ超大手さんなんでね、さすがに YouTube のおすすめにも皆さんのところには出てるんじゃないかなという気はしますけれども、まあ一応。次はこちらセガのサイトなんですが、セガアトラススペシャルプログラム in TGS2024 ということで、はい、これですね、セガアトラスおよびセガが流通を行うセガパートナーズの新作タイトル情報を盛りだくさんでお届けという番組が配信されるようです。YouTube とニコニコで配信されるんですかね。こちら日時が9月27日金曜日の19時から20時50分ということになっているようです。まあ、ここでファーミングシミュレーター25の情報が出るのか出ないのか、まあ、出るとしてもどんな内容なのかとかね、その辺は全くわからないんですが、まあ、一応こういうのもあるらしいですよという感じでご紹介だけしておきます。まあでも2時間尺がね、番組の尺がありますし、最近パブリッシュ契約結んだところだし、まあ全く話題に出ないってことはどうなんでしょうか。まあ、YouTube とニコニコそれぞれ配信のこのリンク先ですね、概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はご覧になってみてください。さて3つ目、アジアマップの話題です。9月26日の午前10時にファミシミュレーター公式サイトの方で動画が公開されまして、そちらの公開が終わると同時にですね、まあ、セガさんの方でもいろいろ動画が投稿されております。でこちらセガさんの公式チャンネルなんですが、こちらですね、これがですね、おそらくちょっと分かりませんが、セガさんが制作した CM なんですかね。こちらも完全に日本語でなんか日本人が出てきたりもするので、もう完全にセガさんが作った CM っぽい感じですね。まあなんかちょっと面白いんで、でもまあよかったら見てみてください。そしてですね、こちらこれは公式が出したものと同じですね、まあ、サムネとかあと最後の告知とかが日本語になってますが、まあ、それ以外内容は同じですね。でですね、ファミリーシミュレーター25東京ゲームショー2024トレーラーっていうのがまあこの動画なんですが、ここですよね、問題はね。はい、ここですね。アジアをモチーフにした架空のエリア、プタンパンテイ
を初公開いたしました。ということでフタンパンテという地名ですね、マップの名前がフタンパンテになるということみたいですね。まあ、あとはそうですね、伝統と近代のテクノロジーが共存するとか、そうですね、港出てきましたね、雪山もあるんだ。そうですね、ビル建ってましたね。そう、寺院とかもちょっとあった感じは確かにありました。というわけでですね、まあ、これちょっとこう流しちゃってみる、まあそんなに問題ないだろうとは思うんですが、音も出てないしね。でもちょっとできたらね、まあ、どっちかの公式に行ってちょっと見ていただきたいというのもあるんで、とりあえず一旦流さないでおきましょうか。まあ、後々もし映像がね、ちゃんと提供されたら、そちらをちょっと細かく見ていくみたいなものも作るかもしれませんが、もうこれ言うともうあれなんですが、ぶっちゃけですね、もっとパートナーランクが上の人たちは、この映像プラスあと何枚かのスクリーンショットをすでにどうやら受け取っているようなので、YouTube で英語圏でね、検索すると、まあそれこそ DJ ゴーハムさんとか、ああいうメジャーな人たちは、パートナーランクが上なので、もうちょっと詳細な情報をね、出してますので、まあちょっと映像見るだけだったら何言ってるか分かんなくても多分楽しめると思うんでね、ぶっちゃけそちらを見てみた方がいいかもしれないという気がしないでもないです。まあそこまで追わなくてもいいやっていう方でもですね、とりあえず公式、まあセガさんかファーミングシミュレーター公式か、まあ、どっちかで一回見てみるというのはいいんじゃないでしょうかね。あとセガさん公式で見る場合はこっちね、このCM の方も、まあ、ついでに見てみると面白いと思います。あとですね、これ日本語でナレーションが入ってるんですけど、ファーミングシミュレーター25って言ってるんですよ。なので僕今まで25って言ってましたけど、まあ公式が25って言ってるんだったら俺も今後25って言わないとダメかなってちょっと思ってます。というわけで今回のメインはやっぱりアジアマップフタンパンテイでしたが、まだ第一報なんでね、これから情報が小出しで出てくるんですかね。まあでもあと1ヶ月で発売ですからね、もう別にそういう小出しとかいいぜっていう感じも個人的にはめちゃくちゃしてるんですが、まあまあ情報が出たらまとめる感じにしましょうかね。じゃあまああとチャンネル登録とかメンバーシップとか、あといいねしたりとか、あとコメントとかね、まあいろいろよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。以上ねむたけでした。